分かるようになってきたので日に日に良くなっているなと期待しております。監督が伝えてくれているところは結構細かくしっかりと伝えてもらっているんですけど、まあサッカーの基本というかベーシックな部分だと思うので、まあ、僕の中ではすんなり落ちていてすごいやりやすいなと思っております。まあ、まずチーム的にこの3試合目今日も勝ち切れたということがまあ一番の収穫だと思いますし、まあ、まだまだ修正する部分もありますし、まあ、個人もチームとしてもまだまだ成長できる部分があると思うので次の試合に向けてしっかりいい準備をしていきたいです。やっぱり、まあ、アシストしてくれたのが俊平君で、まあ、前のチームでもしてないやつなので、まあそこにボール入ったら自分のところ出してくれるんだろうなということで、まあ、自分もしっかり決めきるだけだったという形なのでもっとああいう、まあ、チームとしても個人としても結果を求めてやっていきたいなと思います。そうですね、まず今日のゲームはまた新たなこう学びというかこれまでとは違うゲーム展開もあって自分たちがその中でやろうとしていることがうまくいくところとうまくいかないところ、まあ、そういうこうまた多くの学びや気づきやきっかけになれてそれがこう自分たちのまた力に変わったゲームだと思います。まず大きくチームとしてこのような形でゴールを奪いに行こうとこのデザインがあってそこにこうみんな の, その個性やチームとしてのこう方向性形を持ってゴールに向かっていこうとそのところからのこうチーム作りサッカーを作っているのでそのこう絵が今日はうまくあったところともちろんまだまだ改善しなければならないところもあるのですがそういう部分がまた一つゴールという結果につながっているのかなというふうに思っています。